クラウス・フーバーは、スイスの現代音楽の作曲家、ベルン生まれ。スイスの音楽大学でバイオリンを専攻するも、後に手を痛めて作曲家に転校。ベルリンへ渡りボリス・ブラッハーに指示。1959年ローマのイサムで、魂へ語りかける天使たちを初演。この作品が、イサム国際作曲コンペティションで優勝。審査員に、ダンラ・ピッコラ・フォーゲルがいた。 1964年、バーゼル音楽アカデミーの作曲クラスを1973年まで指導。その後ドイツのフライブルク音楽大学に移る。1969年、ボズワイル国際作曲フォーラムをスイスに創設。世界中の40歳以下の作曲家を引き付けた。イタリア賞を回転し続ける鎖の歌曲集で受賞。以後世界中の国際作曲セミナーへ招待される。 日々が続く。1991年、フライブルク音楽大学の教師を定年退職。2010年まで作曲を続け、2017年に死去した。自筆譜の聖書は、ショットやベーレンライター時代にはインク書きで、リコルディ時代は鉛筆に移った。コンピュータ出力フォントの楽譜を使うことはなかった。ありがとうございます。